はい、みなさんこんにちは、サーシャキャナです。ようこそピュアスポットサーシャキャナチャンネルへ。なんかね、声が出ないんです。はい、いつもご視聴と、コメントありがとうございます。ありがとう。はい、では早速音玉に入ってまいりたいと思います。ちょっと音楽絞ります。はい、いつものように 4096Hz、クリスタルシルバーマジックヒーリングの音を3回鳴らします。はい、軽く目をつぶって、ゆっくりと、体の力をドラーンと抜いてください。首の力もお腹の力も肩の力もってな感じで、そしてそのまま、首をゆっくり左から右へゆっくり大きく、気持ちいいところ、背中の気持ちいいところを通って大きく右に回、左から右に回します。はいはい、次反対です。はい、右へね、下からずっと横をずっと筋を伸ばして、大きく首を後ろの気持ちいいところを通って、深呼吸しながらね、鼻から吸って口から出す。はい、そのイメージで、これを3回鳴らします。はい、ではやってみてください。一緒にしましょう。はい、シフトしました。シフトした感じがしました。はい、では少しボリューム入れます。音楽入れます。はい、ね、今日の選曲はね、明るい感じでいこうと思いました。はい、すでに本日、左 A 真ん中 B 右 C でこのねカードも食って出たものをポンポンポンと置きました。で、ちょいちょいもポンポンポンと適当に置きました。で、すごいカードが出たなと思って、選択肢のカードに使おうと思って、今これから撮る YouTube はっていうので、カードに聞いて出たのが、まあすごいんですよね。パンマニフェステーションとかディバインコネクチャーとかセルフラブとか、すごいカードが出て、何取ろうかなと思ったんですけど、タイトル申し上げます。恋愛取ろうと思ったんですけど、本日は7月前半も1日です。アップロードされるのは2日になるかと思うんですが、7月1日、7月前半のあなたに起きるハッピーなこと、それを取っていきたいと思います。はい、ではね、これもう一つ不思議なことが、これね、私のインスタよかったらフォローしちゃってください。フォローしてくださった方ありがとう、嬉しい。私のインスタに結構これね、これも出てきてるんですけど、さっきこれのバックカード見たら、またこれが出て、ディーバっていうね、まさにこれ結晶クリスタルなんですよね。何のことかな、何回も出てくるから。で、これはね、ほんとクリスタルの中に出る肩だから、ごめんなさい、これこのことのを言ってるんだと思いましてね、これ伝えてよって、これであなたを表現してくださいっていうのが、ちょっとガイドブック A 版、英語版だったんですけど、翻訳しながらちょっと見たので、はい、そういうことでした。とにかくこれが訴えてる、ずっとこれを、子はこれです、この人は。はい、はい、というところでね、また相変わらず謎ですが、
ここで一度もう一回リセット。はいはい、チョークも行われました。はい、ではここからタイムスタンプ作りたいと思います。はい、A の方です。 A の方がこちらですね。これか、はい、カラス写りが、うん、はい、これが A で、グリーンの蝶々ですね。はい、A の方、グリーンの蝶々とこのカード。はい、B の方です。はい、こちらと B の方が白の蝶々です。はい、では C 選んでくださる方はこちら。はい、こちらのカードと、はい、ピンクの蝶々です。はい、では今早速もう直球でパンパンパン、これだってもうピンときたところで選んでみてください。A、B、C。左から A、B、C です。OK ですね。はい。では、このままいつものように生リアルリーディングです。はい。もう一度申し上げます。題名、お題です。本日は7月前半のあなたに起きるハッピーなこと。あなたに起きる、7月前半、あなたに起きるハッピーなことをカードリーディングしていきたいと思います。はい、では早速いつものように生リアルリーディング一発撮りです。神々の部分は多々あると思いますが、いつも、申し訳ないなーって後で思いますが、はい、パパッといきます。はい、ではグリーン A さんから見ていきたいと思います。はい、では C、B さんはこちらで、 C さんがピンクですね。またね、本日も結構カード出しますよ。ノートまた出そうかなと思って。はい、お待たせいたしました。A 選んでくださった、このグリーンの蝶々と、いいか、はい、こちらね、のカード選んでくださった方、見ていきたいと思います。見えないね。これでいいか。いけますね。本当わかる？はい。じゃあ、これも音玉。癒しの音です。ちょっとマイクがこもってるような気がする。はい。さあ、では、7月前半、あなたに起きるハッピーなこと。仕事、恋愛、人間関係、もろもろ。何か来たのを受け取ります。カードを、シャッフルして出していって、最後も今日は、まとまって、全部カードが出揃ってから、はい、話していこうかと思います。私が気になったっていう、気になるなっていう、なんか、ちょっと光って見えるなとか、このことはね。はい。そういうカードを出していってます。これいらないな。こっちにしよう。世界で一番優しいって言われる。エンジェルタロットオラクル。カード。A さん。に、7月前半、これや、起きるいいこと、制約取りません。はい。A さんです。これ。はい。7月前半、これ、これなんか気になるね、これね。うお、すげえね。はい。なんか順番バラバラですけど、ちょっとなんか歪んで言うかな。こう。カメラがちょっとこうかしら。そうですね。こんな感じ。はい。ラブーン人間見ていけたらいいなと思っております。1月前半の A さんのこれ、ナイスファッション。
はい、引き寄せ、はい、はい、ではどんどんカードできます。 A さんに7月前半、これおお素晴らしい、アークエンジェルガブリンできました。はい、 A さんです、お願いします。エンジェル教えてあげて、どれか、ちょっとここにマウスがあるんですけど引っかかっちゃって大きくなってごめんなさいね、びっくりさせたら。大丈夫、ガブリエルとかミカエルって出るから、すげえ。 A さん、 A さんに送るなんか衝撃的な、うん、なんかハッピーなことが来そう、これやね。ギャほう、はい、そしてこちらもね、さっきずっとこればっかり言うっていう。はい、 A さんです、お願いします。 A さんにこれいきなり、はい、おお、これもインスタ見てください、お願いします。待った、バックカード、これすごくないですか、このカードも不思議ですよね。インスタよかったら本当見てください、すごい、ちょっとびっくりします。はい、はーい、 A さんに7月前半訪れるハッピーなことお願いします。こちら恋愛かな、ハートカードなんで英語書いてますけど全く読めませんし、読んでません。これいきましょう、お前も出てきたな、はい、ちょっとね、セクシャリティなカードです。かしら。ここか。色似てますね。はーい。まあね、こちら、エネルギーが超高くて、あなたの本当の今の感じを出してくれるし、その通りに、あの、引き寄せってカード出てますけど、引き寄せが、強くなるというか、夢を叶える 奇跡が来たカードです。私がお願いします。ちょっと向きを書いてみて、カードが大きいから、うんとね、オランクルカードはカードリーディング楽しいですよ、今のだったら。A さんです。お願いします。A さんに7月前半起きる楽しいこと、これじゃないか。ハッピーなこと。こんなことがこれか。1枚でいいですね。でもこれも言ってるわ。はい。あとはね、最後に、こちらね、いつものナンバーインスピレーションカードを引かせていただきます。はい、ではカードが出揃いました。はい、OK です。これで見ていきたいと思います。ちょっと見えないから、こう、こうか、見えないね、ちょっとずらして、はい、まずこちらすごいね、どっちもページページが現れてますね。まあ例えば新人さんのカードだったりですとか、うん、まあ若い少年、若い、新しい。で、この子は、メッセンジャー、メッセンジャーという意味がありますね。あなたは7月前半メッセンジャー。そして、うん。入ってきたことだけ教えてください。うん、なんか今ね、
こうこつと知らせる、なんかアイデア、ヒントとかアイデアが7月前半に訪れる。それはね、結構ご商売されたりとか独立されたりとか、何かアイデアが今来られてると思うんですね。うん、その夢は忘れないでって言ってますね。はい、これ見ようね、見ようねって、これ見ましょう。うん、まさにこれはエンジェル。ちょっとこれラブーンで最後見ますね。さっきこっち見ていきますね。出たカードから、はーい、これから感じるのは、うん、まずあなた、これすごいよ。皇帝のカード、エンペラーのカード出てます。大天使ミカエル、すごい。うん、でこちらね、うん、やっぱりこれを見てても、なんかやり遂げたいことがあるっていう感じがします。すごくやり遂げたいことがどうしてもあるんだっていう感じが入ってくる。でこれはね、今ナインオブエアー、ソードの9でちょっと眠れないよとかいうカードだけど、なんか起き上がりますね、あなただけ。多分ね、こちらの方はこれメッセンジャーでこう人に伝えることを、うん、そしてそれでお金を得ることをで、絶対やって見せていくよっていう7月前半なんだけどね。すごいのがこのオラクルカードデッキに何枚かだしか入ってないんですよね。アークエンジェル、ガブリエル。まさにこれね、すごいんですよ。まあ、バンドのページっていうのはメッセンジャーっていう意味があるんですけど、このアークエンジェル、ガブリエル。ガブリエルっていうね、大天使は、まあ、このちらのガブリエルもメッセンジャーの大天使なんですよね。人に何かを伝える役目がある人。もう完璧にこれも教えてくれてるのカード。あなたは7月前半、何か人に、シェアすること、人に何かを伝えること、うん、そういうことがまず言われてる。で、まあ子供さんを司る天使でもあるんです、ガブリエルは。だからたくさんの、お子様に、何か教えるとか、ね、伝えるって言われてるから、まあ表現でもいいし、うん、なんか情熱的な、まあ、ほぼさんだとか、ね、看護師さんとか、なんかそういうのも入ってくる。メッセンジャーってね、いろいろありますよね。音楽されてる方もね、表現力で、芸能されてる方もね、表現力で、作詞作曲や絵描いてる方、メッセンジャー。音楽で発信するとか、まあ、Twitter ででもいいからつぶやいて何かを発信する。なんか、いい発信が、ちょっとバズるかも、みたいなイメージ。で、こちらね、すごい。これも、ほんと、インスタ見てください。私のこのカード、デッキ買った時にね、初めて出ました。初めてというか、うん、出たカード。これは、聖母マリアに見えますね。今日、ほんと、あなたに愛し、愛する、慈愛の心を持っていて、って。っていうか、持ってらっしゃる方だと思うんですね。髪の毛をきれいに溶かして、で、あなたのそばにいる、うん、ペットでもいい、なんかね、本当に愛情がブワーッと溢れる7月前半だと思いますよ。例えばね、私の話で申し訳ないんですけど、猫ちゃんを飼いました。子猫、ほんと可愛くて、もう愛情可愛いか、久しぶりにこんなに愛情が出てきたっていうね、うん、そういうことが必ず起こると思います。うん、間違いなくメッセンジャーとして何か伝えることをやってることやってる方、そして、ちょっと眠れない時もあるけど、ちょっとね、まだこれなんとなく入ってくるエネルギー、まあ、夏今すごく暑いですよね。もうぐたーっと周りしてるけど、まあ、クーラーちゃんと入れてくださいねなんかそんなに言ってる、うん、だからあなただけパンと起きてる。で、あなたがやっぱりトップに立って、この周りのみんなね、もうぐてーっと夏バテみたいなんでぐてーっとなってるユニコーン、仲間たち、お友達、ご家族たちをあなたが起こしてあげてください。あなたは情熱の人です。はい。
ね、だってエンペラーだからなんかすごいね、皇帝アークエンジェルミカエル来てくれませんくださいました。あ、やっぱりあの人を包み込むことがある。だってこれ選んでくださったカードもこれすごいよね。なんかもう上からのあなたを君を選んだんだぞってあなた大きくキャッチすることができる。やっぱメッセとにかくメッセンジャー、何度も言います、メッセンジャーの伝え、メッセンジャーをとして口から発することをやってくれ、で体で表現することもやってくれって上から言われてる。うん、それでこちら行きますね。はい、これフォーギブネス、許しの天使のカードから許すこと、うん、いつも思うんですけどね。ほら岩にドーンと座っている、ね、頭に裏あと後ろにはちょっと待って氷、ちょっと待ってね。はい、映らない、いつものように。こんなぐらい。ちょっと顔ね、難しそうな顔してるけど、こう動じない力って思うんです、いつもこれ。何を人に何を言われても、何か誹謗中傷、何か受けても、何か嫌なこと人に言われても、ね。うん、入ってくるのは、うん、あなたをちょっと妬んでるような人がいてるかもわかんない。うん、なんかそんな感じ、今日は。ちょっとこれもう一枚もらおう。なんかそんなんが入ってきたよ。よいしょ。このフォーギムネス、何か、思う、あなたのことを、ちょっとなんか、嫌だなって思ってる。ちょっと、妬みというか、嫉妬心深い人がいてるのかな。これかな。はい。はあはあ、バランス、うん、この人の顔もちょっと見せてくださいね。綺麗、こういうカードです。うん、ちょっと重たい鉛を持っている。うん、あ、わかった。うん、あのさっき言ったこのこれいつもあなたに見える時もが多いんですけど、これなんか今日くださらないね、映りたくないんでしょこの人は。ちょ、こういう感じの言葉とは違いますけど、ちょっとあなたのことね、まあまあ、あのエンタメで聞いてくださいね。ちょっと妬んでる、羨ましいな、妬んでるとか羨ましいな、いいななんかって思ってる人がいるような気がするんですよ。で、これね、バランス、このあなたがそうやって思われてる、こっちはこれあなたって思った、あなたもこの思われてるんじゃないかっていう、こうもう妄想ですから、このなんか思われてるんじゃないかって、こういう人がそばにいてませんか、なんか思われてる、重たいよね。あなたでもこんな目キラキラして可愛いから、素直そうな顔されててすごい我慢してるから、ちょっと威圧的なね感じの方が周りにいらっしゃる。これこの重い、この見せかけのこの重たい、なんかねえ、もう何ですか、あのボーリングの球の100キロぐらいそうな、もうこのもう重いものを下ろしてって、もうエンジェルに言われてます、間違いなく。はい、で前の回でも言ったんですけどね、こういう慈愛の精神、はい、慈愛の精神でいてくださいって。別にこの人が嫌いだから、あの切ってやるとかそんなんではなくて、自然とね仲良くなるんだよ、仲良くなれるんです、この方、このあなたの描いてるのは妄想だから、うん、あの間違ってるとこは本当にいつもどんどんスルーしてくださいね。うん、本当はねこちらの方もこういう風になりたいんですよ。うん、そう、本当は本当に前世でももしかしたら輪廻転生があるとするならば、こういう風な、もしかしたら親子だってかもわかんない、親子関係でもしかしたら何かちょっとトラブルがあったのかもわかんないけど、7月前半で引いてるんで、あなたに起きるハッピーなこと、仲直りが訪れるかもわからない。そのためにはあなたは陽気なこの鉛が金色で、顔がもっと笑ってる陽気な感じで、この玉をポーンって落としてみてください。
イメージでね。じゃあこの頑固な岩、この硬い頑固なもう動かないよみたいな、この人どっか行っちゃいます。それはこういうイメージ、絵のイメージね。うん、あなたがおおらかな気持ちで、優しく、うん、本当に、ま、愛するというか、もう本当こういう冷静な青の色で、もう愛おしい、あの人あんなことして、前昔あんなこともしてくれた、あ愛おしい、ありがとうっていう気持ちが芽生える、芽生える。声が大きくなったけど、はい、これいきます。はい、すごいね、旅に出ることがいいよって勧められてますね。一人旅でもいいと思う。一泊ぐらいの温泉とか、まあ、ちょっと暑いけど一泊ぐらい、まあ、何でもいいんですよ。これビルディングにも見えるから、あの私先日東京行ってきて大好きなんですね。私田舎あんまり好きじゃないんですよ。結構こういうことやられてる方、結構田舎好きな方多いだと思うんですけど、私の知ってる限りでは。私結構都会が好きなんです。都会の田舎みたいな、都会でもちょっとあの自然があるような、うん、公共あたりとか、うん、なんかそこにもこうやって高層ビルが建ってるような下都会なところが好きなんですね。この方もだから多分ちょそういうところに行ってみるのもいいよって、田舎に行ってたらちょっと東京とか都会、まあ海外だったらね、いろんなニューヨークとかでもちょっと都会へ行くっていうアドバイスが来ました。はい、でこれね、まさにビギニングです。生まれる、なんか生まれますね。はい、生まれる。これ赤ちゃんも出てるから、赤ちゃんお孫さん生まれる方もいらっしゃると思います。あと動物との、私みたいに動物との出会いね、ペット飼ってらっしゃるペットに赤ちゃんが生まれるとか、そういうのも全部含まれてる。虹色のね、すごいよ、アークエンジェルとかアブリア出てきてくださったのは。ここに書いてるじゃん、メッセージって、うん、ね、ホープ、希望、あなたはねメッセンジャーだから希望を忘れないでねって。あなたもね、そう、さっき言ったようなホコさんとかなりたかった夢とかも忘れないでって来てますね。7月前半、はい、7月前半ラブーン、うん、もしくは、ね、恋愛ですね。まず出てきたのが情熱ですね、パッション、うん、7月前半情熱的な恋愛が待ってる、そのままですけど、ね、それもなんかこの方はなんかもう結構、長期的に好きな人っていうのが入ってくる。でこれはね、うん、アクション、引き寄せっていう意味。これはバラね、あなただけを、お相手様はあなただけを見てる、あなたにここにたくさんあるバラの中であなただけを見つけた、もしくはあなたが誰かに片思いしてるとか、あなたが誰かを見つけるとかね。はい、もう見つかってる方もいらっしゃるかと思う。でこれね、ちょっと絵のエネルギーがね、ちょっとエロティックなんでね、難しいんですけど、これはまさにもう羽生えてるからエンジェルとして撮りますね。視直感に下ろしてもらいます。教えてください。うん、こちらの方、え、これ前も、あ、そう、前も弾いて、これヒーリング、そう、ヒーリングのカードだ。ヒーリングが訪れる、間違いなく7月前半にヒーリングが訪れます。お水のヒーリングとか、なんかね、ま、絵柄とは違うけど、このエネルギーね、カードの私から見て、こっちエンジェルのヒーリング、愛が、ハートがポン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 って上から、ペンからね振られてくるよ。これクリアなね、はい。そして最後これね、変化が起こるって、ナンバー10、はい、変化、あなた船を漕いで、何かチェンジ、チェンジが起こる、はい、これね、なんだろうね、チェンジが起こるんです。何か変わることがある。まずここの仲直りが始まり、あなたメッセンジャーとして伝えていく役目がある7月前半で、このパッションと、アトラクションとヒーリング、そして、旅とか行ったらいいよ。でビギニング、何か生まれる、うん、
そしてあなたはこうて周りの人を起こすことをができるっていうかしてくださいって。でこれがすごいもんね。上からバーンとこう虹見る方もいらっしゃるかと思う。ここ最近虹見られた方とかね、うん、何かあなたにこう繋がってる方ですよ。あんたなんかちょうどあの上とね、うん、とにかくメッセンジャーであり皇帝になるんですよ最後は、うん、まさにあのリーダーシップですよ。リーダーシップ、うん、メッセンジャーっていうお仕事、何か接客業、いろいろありますよね。それこそね、あのさっき言ったように歌手だとか音楽作る方、芸術のメッセンジャー、喋る、語ることのスピーチとかね。恋愛はヒーリングがまず訪れて、あなたが引き寄せられる人に巡り合う。情熱的にパッと一目惚れするような人に巡り合う。反対かもわかんない、まあ、言った。で周りの人を起こしてあげることがある。であなたはあの情熱を持って何かを、自分の軸を持ってるから、自分軸でずっとあのピシッと、でこの変化に伴って、変化に伴って変化するんです。とにかく4月前半で皇帝リーダーシップですよって覚えておいてくださいねって大天使ミカエルから言われてます。はい、ではこんな感じでね、行きます。そう、とにかく何か生み出すことがある。メッセンジャーとして ね頑張ってね。あなたのハイヤーセリフから1枚教えてくれ、教えてあげてください。はい、また出た、よく出るな最近これ。はい、はい、7番です。ブルーニュートラルで、中心、宇宙の中に、真ん中の、ね、まあ芯、これ読みましょう。久しぶりに、すごいね、アークエンジェルガブリエル、おめでとう。ちょっと何かしら、見えないけど、どこだどこだ、うーんと、ね、これはナンバー、これちょっと見えないですね。はい、7番の中心です。見えますね。本当さえこれ紺です、紺色だ、ブルーじゃない。はい、見ます。はい、7番中心、はい、ニュートラル、中心、天と地がつながる真ん中に私たちは生きています。過去も未来もなく、上も下もない、あなただけの宇宙の中心にいるのです。同じようにあなた以外のすべての人もそれぞれの宇宙の中心として存在しています。今あるこの世界は一人一人が作り出しているのだと理解することです。はい、ミラクルギフトが出ます。アファメーションですね。はい、さあ、あなただけの世界を作り出していきましょう。さあ、あなただけの世界を作り出していきましょうって言われてる。うん、なんかそんな感じですよ。クリエイティブな感じ、すごく。これも上から直感もらってるし、クリエイティブな方です。とにかくメッセンジャーで何かを生み出すことができるので、7月前半、チェンジ、変換が起きます。変更が起きます。何かの変更ね、10ね、これね、タロットじゃないけど、タロットで言えば運命の輪に値します。運命が回っていきますよっていう感じです。そしてあなたは最終的に皇帝、リーダーシップの方ですよっていうのを覚えておいてねって言われています。はい、ではこちらで A の方のリーディングは終わりたいと、リーディング終わりたいと思います。はい、ではいつもありがとうございます。応援してるね。これちょっとこっちをどこか全部同じカードは B も C も出ないように私はしています。編集がないのでね。はい、すごいね、ページ2枚。新人、今から何か新しく始めようとしていることがあるのかな。はい、ではありがとうございました。A 選んでくださった方です。変化が起こりますよ、チェンジ。よいしょ、お水を少し。はい、では続きまして、はい、ごめんなさい。はい、 B 選んでくださいました、白の蝶々の方と、こちらのね、すげえね、マニフェスティーション、具現化するよっていうマジシャンみたいに見えますけどね。
すっごい光が。このカードを選んでくださった B の方見ていきたいと思います。あれ下げてって言ったのかな。いいね、もうちょっと手前か。 OK、 じゃあ、結構カード振ってまいりますね。はい、お時間取らせてすいません。完全か、完全リアルリーディングでございます。7月前半あなたに起きることね、ハッピーなことです。7月前半またこれね、おお、おめでとうさん、超ハッピー、超明るい、めっちゃいい、裸一貫でもバーンみたいな、もう明るい夏って感じ。おめでとういきなり。はい、あともう一枚見たかな。すごいね、ファーストカードって大事なんですよ。1枚目さ、これ違う、B 選んでくださった方にこれ、性格取りません。もうすごいね、どっちもダイあるからストレングスきましたね。いいですね、なんかエネルギー。はい、次どれに行くかしら。これ忘れちゃう、 A の方ちょっと順番が異なるかも。はい、では B 選んでくださった方の7月前半全般リーディングです。お願いします、教えてあげてください。今のこれ、これまずこれが何か言っています。はい、あー、この方もページ、うん、3枚ぐらいで、これね、 OK、 どっちどっち、こっち、はい、おお、素晴らしい、今日はね、全部揃ってから語ります。はい、B 選んでくださった方も7月前半に起こるハッピーなことを教えてあげてください。これか、 OK、 おー、おめでとう、ウィッシュカードです。すごいね、 B の方すごい、最強運選んでくださったカードもすごい。はい、ちょっと後でまた読んでいきます。はい、ではこちら B 選んでくださった方に、まあもうすごいブワーブワーくる、すごい B の方なんか入ってきてるのが、なんか本当に具現化するエネルギー、はい、来てますね。開ける、おお、この方もすごいな、ラチテュード、B や B 選んでくださった方、ちょっと恋愛運もしくはちょっと人間関係とか総合メッセージ、7月前半に起こる B 選んでくださった方の7月前半に起こる教えてあげてください。これ、うん、はい、もう一枚お願いします。これ、OK、はい、英語ちょっと読めないですね、大丈夫、直感でいきます。はい、B 選んでくださった方も7月、はい、全7月前半に訪れるハッピーなことを教えてあげてください。これか、おお、なんかおしゃれ、 B の方すごいなんかおしゃれな感じですね、うん。そして、何変だかな、はい、エンジョイ、はい、お願いします。すごいマニフェステーションめちゃくちゃ似てる。はい、7月でこれですね、うん、じゃあ次だ、ね、あとはこれでいきたい、これ引いてたかな、あ、クリスタルアライカード、こちら女神フレイヤーカード、B の方お願いします。 B の方に7月前半訪れること教えてあげてください。何が訪れますか？ B の方です、お願いします。これ、
け。はい。目の前。うん。はい。ではこちら。エネルギーが超高い。夢が叶った。奇跡が引き寄せたっていう私の実体験のカード。B さんに7月前半いる素敵なことをハッピーなことをしてあげてください。これです。こういうカードの上ですいません。おえー、はい、はい、あとは、これだけだったかな。なんかカード少ないような気がするけど、これだけかな。はい、では見ていきたいと思います。ちょっとずれてて見えてないところもあるかもしれませんが、こんな感じです。はい、まずファーストカードから見ていきたいと思います。はい、7月前半、何も言うことなし、もう海へ行ったりプールへ行ったり、もうなんかもうめちゃくちゃハッピー。とりあえずすごい明るいで、ガンガン太陽を浴びて、もうめちゃくちゃ体調もいいって入ってきますね。うん。そしてもう結構ね、頭が無になるぐらいめちゃくちゃハッピーになる。本当にこの太陽のエネルギー、そしてこの咲いてるひまわりのエネルギー、裸も、赤ちゃんが裸になってるし、もう馬ちゃんももしも自由になってて、これ自由ってどっかけて、これ、フリーダム出てます。はい、7月前半あなたも自由奔放に、これも裸ですね、自由奔放にいてたら、こうやって周りの守護天使たち、まあ、言えば守護、日本でいう守護霊様、ご先祖様たちがもうめっちゃ喜んでる。もう無邪気に遊んでってこれは言ってるカードで、天使たちっていうのは遊び心がすっごく好きなんですね。遊び心を持ってる人が、だからね、こうキャンプ行ったりとか、もうなんかボード行ったり、なんかもう海行ったり、もうなんかそういう、なんかそういうアウトドア的なことを勧められてると思う。言ってきてると思います。そういうことが待ってると思う。うん。で、遊び心忘れないでね、改めてこのカードが出てくれた意味、フリーダム、自由でいるんだよって、誰にも縛られることなく、もう自由で、うん、寝たかったら寝たらいいし、遊びに行きたくなかったら行かなくていいし、はい。で、あなたは強さを持ってるっていう、そのままストレングスね。うん、なんかこの時期は7月前半はなんかね、このインフィニティ、まあ、ここにインフィニティ、ちょっと半分しか見てないけど、インフィニティマーク、無限ループのマーク。これ見てなんか気を感じるのは、うん、まあ、後ろもバックも真っ黄色で、なんかすごく、また、精神世界の話になりますけど、上とすっごい繋がってるから、この時期をもう本当にフリーダム、自由にして、あなたはもう強いから守られてるし、強いものも、なだめることができるよって、友達関係とかね、知人関係とかね、会社関係とか、もうこの太陽のこのアウトドア的なことをしてくださいって言われてるね。これいきますね。はい、ページオブフォロー。はい、クイーンオブアース。はい、で、ナインオブウォーター。先ほども言いましたけども、これ最終カードで、カップのナインは、もうまさに、もう、dream come true. 夢が叶えます。夢が叶えますから。はい。あなたが今何考えてるか分かんないけども、あなたの思ってる素敵な夢は、ここにある金銀財宝、何か欲しい。叶うと思ってください。潜在意識にこう、私が言ったことで、もっと腑に落とせれたら、この海の中の、ね、これ表面はね、ほら、すんごい笑ってるでしょ。やっぱ海出てるからアウトドアのとこもいいかもね。で、潜在意識ね、大体約人間の 78% 潜在意識分かってない部分、いろんなほら宝石がいっぱい、こういうものも、手に入れることが
可能ですって、これ行動しないとダメですよ。可能ですって思い込むこと、いい風に洗脳なんかスイッチしてないね。はい、でこれね、うん、ちょっとね繊細な感じ、に最初はね、ちょっと今言ったことでそんなだだなれるかなとか、なれないわって思ってるかもしれないけど、うん、であなたアーティスティックな方なんですって、すごく、うん、アーティスティックなことされてますか、何か、うん、アーティスティックなことを今され出して、され仕掛けてる A の方とすごい迷いませんでした。似てる、なんかこれ手鏡持って髪の毛きれいにしようとしてるイメージ、ね、鏡じゃないんだけど、そういう風に思って、何か新しいことを、うん、アーティスティックなことね、何回も言うけど、まあいろいろありますよね。映画見ることでもいいし、作ること、まあ、映画作る方なかなか私は配信見てないと思いますけど、うん、まあでも繊細っていうのもね入ってるけども、まあ、アーティスティックな方は繊細なんですよね。だからあんなタッチの絵が、細かいタッチの絵が描けますよね。大胆な部分となんかそういうのも持ち合わせてると思う。そしてこれクイーン、体験します、こういう絵です。ね、あなたがもうふわーっとこう、なんかもう何でも、こちらの方はなんかもう夢を願い事かけませんでしたか、ここ最近。それが宇宙にちゃんと届いてる、天にとちゃんと上に届いてる、わーってこう思い描いたこと、こういうね、金銀財宝が欲しいなーとか、友達これ金銀財宝じゃなくてもいいんだけど、あれこのカードじゃなかったっけ、こっちだ、申し訳ない、これね、金銀財宝、これが届くからっていうことを教えてくれてます。あなたが何かちょっと前に願いをかけたことが、信じたら少しずつ入ってきますよ。一気に入ってくるかもわかんない、この顔見てたら。荒波なんか越えちゃってくださいね。潜ってたらダメですよ、うん、潜在意識にどっぷりその浸かるんじゃなくて、腑に落として、この人魚の足が人間になるように、向こうのこのバーンとここの岩場へ行っちゃってください。左でもいいし、明るいところへ。おめでとう、ウィッシュカード言ってたし、すごいね。でまあ選ばれたカードもね、何度も言いますけど、マジシャンみたいな方、うん、これとすごくこれがリンクするんで、これもほら魔法をかけてるみたいだからね、引き寄せてる、ヒューッと入ってくるから。これももう両手を開けて待っとくんだよってこの人言ってる。無限化するから、その願いをかけた願い、7月前半に頑張って引き寄せてるんだから、僕も君にパワーを送ってるんだからって言ってる。はい、でこれね、はい、ちょっと絵を拝見しますね。これも引き寄せですね。この方ほら、これもめちゃくちゃ似てるでしょ。この光を引き寄せる、ふわーってこう、これもふわーって指の間から光をふわーって、これがあなたですよ。ちょっと見してください、マックして。ちょっと聞かせてもらおう、ちょっとお水飲もう。うん、これね、あなたが夢の中、妄想の中、寝てる時の夢でもいいし、最近見た夢の中のいい夢見たこと覚えてますか？それか、もしくはずっとちっちゃい頃から、子供の頃からずっとこう、ね、ずっとこういうイリュージョン、こう素敵な、これも馬に乗って、ね、馬車に乗ってね、ちっちゃい時、女の子だったらシンデレラになりたいとかね、眠れる森の美女になりたいとか、うん、なんかこれもお金にも見えるし、お金が欲しい、当たり前よね、人間だったら。当たり前っていうことはないかな、
なんか海が出てきてるね、すごい。まあ、うん、海、うん、子供の水遊び、お孫さんを見ている、うん、最強、なんかすごい最強なあのエネルギー感じるカードですね。グラティチュードですけど、はい、感謝に感謝してる。なんかすごい感謝をすればすごく倍増するって感じ。これも倍増バージョンなんですけど、あなたの感謝すること、みんなに感謝することによってね、これも海の波が出てる。もう嫌なことバーっと、もう海に長、海のような、海の波のようにバーっとこの中にバーっと流したら、もうバーっと抜けていくんで、もういいことだけ考えててねって、ここにいいことだけ、あなたの馬を走らせてあげるよっていう、あなたの中にいてるね、こうやってちびっこの頃に考えた馬車が光を灯してここにね、ゴザ引いてサンゴでボート乗ったり、海、これ夏を謳歌してねって4月前半で、これ5番ね、目の前って出てきてますね。うん、優しそうな、目の前のことに、ちっちゃい時に妖精とか飼いたかったんかな、私妖精飼いたかったんですよ。同級生のね、変わったね、すごい綺麗な女の子がね、当時、妖精見たことある子が今考えていててね、すごいべっぴんちゃんの綺麗な女の子だったんだけど、16歳に、へえ、そうやって、私はなんか妖精、こうちっちゃい小人を飼いたかったんですね。ドラえもんの世界。はい、目の前のことにフォーカスしてていいんだよって。でもこれね、入ってくるエネルギー、なんかやっぱキャンプとかなんかそっち系に行った方がいいと思う。行くかもわかんないよ。うん、そんな感じする。あの、自然のところへ出るっていう、こちらの方は。で、恋愛、人間関係いきましょう。はい。拝見します。ちょっとこれ目視で見させてくださいね。ちょっと少し離れ離れになっちゃった彼や彼女がいけますか、今お子さんのことで。彼や彼女はちょっと行かないといけない。お仕事か何か行かないといけない。ちょっとあなたの方が思いが強いって感じです。恋愛ではね。あの、当たってなかったら本当スルーしてくださいね。はい。これね、何言ってますか。何かあなただけの、これアドバイス言いますね、はっきり。当たってなかったらスルーしてくださいね。あなただけの何か、例えば、言いますね。年齢が女性なら、まあ、男性って得じゃないですか。歳を重ねるごとに色気が増してきたり。でも女性って悲しいかな。まあ、この3次元では、若い方がいいって言うじゃないですか。で、年上の女性が、まあ、年下の彼と付き合うと、例えばするとしたら、その、まあ、相手がモテる、すごくモテる男性で、だとしたら、やっぱり器っていうのは、まあ、若い子に勝つのは、勝つとか負けるとかあんま好きじゃないですけど、若い子に、勝つのはちょっと器の大きさを年上だったら見せることだとかね、そういうのが入ってくる、うん、でもそれいらないよって言われてる。このお相手の方は本来のあなたが好きだから、そういう、私は器が大きい女性だとか、そういう偽りがいらない、気づいてらっしゃると思います。ごめんなさい、はっきり言って。はい、でもこれすごいね、綺麗なエネルギー、すごい、お二人ともすごい、これそれこそアーティスティックな方、なんかこういう、絵描いたりとか、こういう色がすごい好きなはず。うん、でもあなたたちすごく愛し愛されてる。でもあなたちょっとなんかロボットじゃない、あの、何、フルフェイスみたいな、ヘルメットみたいなとこに入って、お相手の方がちょっとあなた泣いてるんですよね。あなたの方が直感が鋭いから、お相手の
男女関係だったお相手の行動が伺えちゃうんですよね。知りたくないのに、うん、でそこで涙してるんですけど、大丈夫です大丈夫です、こちらの方あなたしか見てない、うん、わかります。じゃあちょっとこれ後ろ見ます。読めない。 Like to ちょっとこれ翻訳アプリと、せっかくだからね、ちょっと和訳に変換しますね。うん、間にコセットがいるようにします。あなたが常にお互いにガーツを与えます。ちょっとこれ、あなたの間に親密さがあります、常にお互いにスペースを与えます。愛は決して主張しません、それは単に許し与えます、ということですね。はい、こういうバックで初めて使わせていただきました。うん、なんか言ったことと似たような感じですね。あなたのがちょっと入ってるけど、うん、振動も出してちょっとあなたのがセンシティブに、繊細になってるけど、ちょっと涙を流してね、気を引こうとして、でも大丈夫、あなたのことをこの彼は彼女は思っていますっていうのがこれから全部伺えます。あまり考えすぎないでって言ってるお相手様。うん、これもこれも一緒の 絵柄、ね、ちょっとお仕事が忙しいし、ちょっと僕には何かしたいにすることがあるんだよ、まあ、女性の場合反対でね、これも一緒でしょ。左の女性を出てどっか行かないでーって、行かないでーみたいな、なんか白黒で描かれてて、夢見る夢みたいな。ここに持ってるこのなんかこれが気になったんで、これはさっき言った器の話ですね。なんかそんな感じでした。気にしすぎ、ちょっとダイエットとかも私にも言われてるみたいですけど、ダイエット頑張るんだよって言われてる。はい、あとはこちらね、うん、これももうすごい火のエネルギーで、もうそれ本当にこれたくさんのクローバーだとか、出てるからお花とか、まさにもうなんかさっき言ったようにこの方はもうアウトドア、7月前半アウトドアが勧められてて、キャンプとかで、知り合う恋愛の方もいてるかもわかんない。目の前にいてるかもな、その人って恋愛だったら。うん、で、まあ、自由にいることね。あなた強いから、うん、この運、強い運気だよって教えてくれてる。で、感謝をすることね。はい、これね、これすごい、なんだろうね。これちょっとこれも翻訳、まあ、アプリもある。これはもう本当にウェーイってみんなで楽しんでアウトドアしてねって言ってる。特に長くなるかな。受け入れることか、うん、受け入れることですって。これね、受け入れること、うん、これか、これね。あなたは一人決して寂しいんじゃないから、相手さん、相手さん、お相手様はあなたのことをちゃんと思ってるから。すんごいおしゃれな二人、うん、あなたはこの彼の愛情、彼女の愛情をしっかり受け止めてあげてくださいということでした。自由にね、フリーダムで自由にいてください、この7月っていうのはね。じゃあきっときっと必ずこのマニフェステーション無限化することができて、今すごい引き寄せ能力がすっごいパワーアップしてるから、今だどん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 外へ出て旅に行ったり、どこかね、こうなんだ、そのアウトドアとか海とかキャンプとかそういうので知り合った方と、そこでなんか発掘するというか、自分を発見できるっていう、また真っさらにの太陽だから。はい、ではハイヤーセルフからあなたへの今1枚。おお、すごいね、コミットするって。よくこれも最近引くな。はい、1番これ読みますね。今日みんなに読んでます。コミットしてください。はい、ニュートラルでコミット、まあ、宇宙のコミットとかね、自分自身とのコミットとかね。はい、読みます。コミット1番。はい、本気になるということは自分の意図することへ全身全霊を込めることです。答えは正しさや、損得感情の先にあるのではなく、我を忘れる瞬間の中にあります。
自分の心にまっすぐで純粋な思いを現実化していく覚悟は、あなた自身の導き手となり、あなたの未来を作り上げてくれます。ね、具現化って現実化と具現化一緒です。はい。あなたの現実化していく覚悟は、あなた自身の導き手となり、あなたの未来を作り上げてくれます。はい、ミラクルギフトが出てます。アファメーション。はい、そこにあなたの望むすべてがありますって。ここに、7月。そこにあなたの望むものすべてがあるって。今、7月前半。あなたが何か動くこと。フリーダムでいてくださいね。すごい。おめでとうございました。すごくわかりやすかったです。はい。ではちょっと、とかいらないの。いつもリアルリーディング、なんかすごいね。後で聞いたらなんか難しすぎるわっていうね。さあ、自分でなんかこれじゃあかんなっていうのがあったんで。はい。徐々に変えていきます。はい。ではすごいでした。すごいでしたっておかしい日本語ね。すごいパワーでした。はい。では B の方、夏のね、エネルギーがもう早く来てるので、アクティブに動いてみてください。具現化します。マニフェステーション。何か現実化を引き寄せることが今できます。7月前半。はい、ありがとうございます。応援します。楽しんでください。楽しい雰囲気でしたね。水を。はい、では、続きまして、C 選んでくださったピンクの蝶々の方と、はい、こちらのセルフラブ素敵ですよね。中に人がいてるんですよ。あなたの中に、あなたがこちらのカードを選んでくださった方見ていきたいと思います。めっちゃ見られたな、この方に。この内なるこのインナーチャイルドが育っていくっているって感じ、はい。じゃあここからまた結構カードを送っていきますね。よし。はい。では A の方。おぉ、いきなり来た。はい。すごいね。今日やるね。7月前半。あなた、これや。わお！すげえね。何か復活されることがある。情熱的に何か向かうことがある。そうですね。次、これじゃないや。はい、じゃあ C さんです。お願いします。 C さんに7月前半起こるハッピーなことを教えてあげてください。もしくはね、ハッピーになるようなっていう気持ちで食ってるんですよ。チェンジチェンジ、ハッピーチェンジです。皆さん ABC の方みんなハッピーチェンジです。ピュアスポット感謝してね、これね。わお、キングファイヤー、強い。ていうか、これとこれ一緒。いや、ごめんなさい、違う、キングと。ナイトです。あと2枚。7月、あとだよね。すごい、エースボード。なんかみんな、始まりのエネルギーが。こちらの方は C の方。始まるね、なんか、これですね。OK、はい。ああ、いいね。オパス、はい、では全部カードを、ね、していきます、はい。C さんです。 C 選んでくださった方に7月前半起こるハッピーなことをじゃあおにゃーって教えてあげてください。お願いします。 C さんです、これね、はい。おー、ドラゴンフライ。こちら、ロマンスエンジン、人間関係、ま、恋愛も一応今日撮ってみようかな。はい、C 選んでくださった方、この方すでに恋愛されてると思うんですよ、なんとなく。
月前半に訪れること何かヒントくださいお願いします。 C さんです、お願いします。 C さんわー、やっぱりなんか恋愛してるって感じした。もうはい、あの所詮エンタメと思ったエンタメで見てください。私は自分の出るカードを信じてます。こちらの方これ食ってる時にも思ったんですが、入ってきたのがなんかあの長い恋愛をされている方が多いかと思います。その方とはまさにソウルメイト、間違いなくソウルメイトです。おめでとうございます。はい、久しぶりにこれで聞いた。あとはレイヤーかな。おめでとう。恋愛最強ですよ。なんか仕事もなんか全て恋愛色の方が強い。 C の方は、はい、C さん、恋愛じゃなくて、7月前半に起きるハッピーなことを教えてあげてください。7月前半で、7月前半ですよ。お願いします。ハッピーなこと。なかなか出てこない。これはね、飛びすぎ。7月前半、C さん、訪れること。お、覚悟ってきたね。22番、覚悟。この絵を見て何か思い当たることありますか、このところ。はい、 OK。 なんか結婚とかのイメージも入ってくるけど、あとは引いてないかな。クリスタルアライカード、どこだ。すごいね、覚悟。はい、はい、ではこちらの C 選んでくださった方に7月前半起きる素敵なことを教えてあげてください。お願いします。7月前半、C さんにこれ、あお、これと思ったけど違った。結構焦り気味になってませんかね。焦らなくてほうがいいと思う。あのテンションは高くていいと思いますよ。でもテンションっていうか、いや、なんかそういうエネルギーがすごいあるから。C さん。1枚、おー、ウェアよく出てます。うん、これはね、うん、ちょっと絵柄でいきたいと思います。はい、とりあえずカード出揃いましたのでいっていきます。こちらから、はい、今のエネルギー的なもの、はい、ワンドのナイトとジャッジメント、はい、審判のカードとワンド、うんね、これはもうさっき申し上げましたように、あなたは何か復活することがありますよ。おめでとう。何か復活する、今までちょっと停滞してたことが復活します。うん、私みたいにちょっと指を怪我してて、オラクルカードできなかったとか、なんかそういうことがこうカードリーディングとして、例えばね、私も YouTube また復活できることになったとか、そういう何か停滞していたことが情熱的にもう結構なスピードで始まりますよっていうのが来てますね。はい、でこれを見ますね。うん、クマすごいよ、こんなすごいドラゴンに乗って、キングのファイヤー、キングオブファイヤー、モチベーショナルとか、だから分かるのは、伺えるのは、うん、これもね、情熱的に、まあ、これナイトでこれキングなんですけど、フォーカス、フォーカス、フォーカス。最強にいいところへフォーカスしてください。あなたが今、ちょっとできなかったことに、もう一度焦点当ててみてって。も
一度フォーカスしてみて、そこに私たち大天使たちが守りに行くからって、ドラゴンもついてるからって、そこに終点置いてって。今7月前半ちょっとやってみてください。情熱的に やり遂げたかったこととか、はい、でそれが始まるよって、うん、これはね必ず始まるよって。朝日とともに、東から朝日が出てくるとともに、あなたの潜在意識にグイッて入り込んでいってみてください。眠ってる時でもいい、よく、ね、寝てくださいね。いい夢見た時にそのことを書き留めてください、ペンに。その願いはここに、この前に続く何か復活すること、現実的になることですよ。したいことね、もしくは、うん、これもね、水曜バース、これもね、あの専門家たちの、打ち合わせとかね、そういう意味もあるんですよね。うん、なんかプロフェッショナルの何かされてしたいとか、プロフェッショナルのことをされているとか、なんか何かのスペシャリストになりたいとか、何かそういうのが入ってくる、合格とかね、そういう感じ。何か専門職とか、うん、そういうことです。プロフェッショナルっていう感じのエネルギー。それが、動けば動くほど情熱持ってる。本当に動かないと絡まないからね、こういうこと見てね。で、それが復活するから、これすごい復活するよって。で、これね、ドラゴンフライね、これ。はい、これもね、いつも言うんですけど、よく出るカードなんです。まあね、お相手と、もしパートナーと、人間関係、お仕事でもね、知人でも、ご友人でも、ね、ちょっと、信頼関係を置いて、ちょっとこのぐらいの距離で、このぐらいの優雅さを持っていてって。で、こちらね、もしかしたら、パートナー、恋愛だったらパートナーで、会社の方とかね、まあ、あと友人とか、ちょっとこう、信頼して距離を置いてって。こちらのお相手様ってすごくね、ドラゴンフライ、いつも出るんですけど、トンボって上下飛んだり、斜め後ろ飛んだり、もう自由自在に飛べる生き物なんですね。バックもできるし、みたいな。で、この方もすごい自由なお相手様、自由な方で、あなたはそれすごくちゃんと察知してる。で、ちょっとした距離を持っても、こちらの方はすぐあなたの手元に帰ってくる。うん、っていうこと言われてる。はい、ちょっとなんか恋愛色が強いなとは思う。ここはちょっとお仕事かなーなんて思いましたけど。そうそう、だって、そっか、ソウルメイト出てるもんね。はい、今こそ、これもね、今こそ、あ、ごめんなさい。あなたの内側に、パーンとほら、セルフラブ、自分を、あなた多分自分をクリアに輝かしているはず、今。今、ちっちゃい時のインナーチャイルも育ててきたと思う。よしよしとかしてあげたりとか、でも2倍になってるんですよね。インナーチャイルド、自分のちっちゃい時を、よちよち、大丈夫だよって、私がいるよって、僕がいるよって、もう大人になったから、あなたが大人になった、やめだ、あなたが大人になってる。そして、自分のちっちゃい、ね、小さい時、なんか一人で寂しくしてた時とかを、大丈夫だよって、今のあなたの横には、私が、僕がいるからねって。その子がだんだん成長してきて、大きくなってきて、2倍のパワーとなります。あなたは今から、必ずね。はい。で、こっちいろいろ噂をしますが、このトラスト出てるし、信頼とかで信頼、これね、信頼してねって、これね、これね、信頼してくださいって。これはお相手様からな、かな、恋愛で取ったら。ちょっとこれ拝見しますね。すごく絵の構図が似ていますね。入ってきたものだけ言います。間違ってたらスルーしてください。あなたの方が、彼女さんとか、まあ、男性目線で喋る、女性目線で喋りますね。お相手のお家に、今ちょっとこう、居座ってるって言うとおかしいかな。なんて言ったらいいかな。なんかそんな感じ。あなたのお相手様のご家族の家に行こうとしてるとか、なんかいてるイメージ。うん、でこっちが最初で、こっちは最初呼んでくれたんだけど、ちょっと悲しいことを言ったら、これはあなたの夢なんですね。全くほら一緒じゃないですか。これこう女性が2人いてて、まあ、下に女の子だけど、これなんだけど、
で右にね椅子座ってて、でも違うのはこれボタンがすごい清掃しているのと、まあ、これも清掃ではありますがちょっとラフな感じでしょ。こっちどちらもなんかパーティーに行く前清掃して、これ結構ね男性だったらシリ引かれているって感じ、女性がご覧になってたら、シリ敷いてやってるって感じ、言葉は悪いんですけど、でもあなたたちはこのね信頼関係があるから信頼していてって言われてるから、この距離が必要なんですよね。ここに光がある、それが暗かったら嫌だけど、常に水で浄化できれいに流してあげて、何も信頼しててってお相手様から言われてますね。なんといってもソウルメイト出てるんでおめでとうございます。このカード出て、はい、いつも言ってるんですけど、2人結婚してますから、はい、おめでとう。ソウルメイトです、今一緒にいらっしゃる方は。間違ってる方も中にはもちろんいると思うけどね。はい。ウィールね、これはね、アトランティスの司祭なんですよね。でもちょっと今日ね、7月前半の夏のエネルギー、ちょっと入ってやる。まあこれ、太陽神経系。でもこれ、まあ、ね、太陽お腹のね、ソーラープラクセスチャクラ。ちょうど、溝落ちのところあたり、何かしっくり考えている。で、この曲がった杖っていうのは、魔術をかけれるとか、そういうのがあるんですね。で、これアドバイスで来てるような気がするんですけど、決してあなた自身に対してね、おごらず、自分自身をおごらず、まあ、言語で言ったら調子に乗らずとか、そっち系ですね。で、あなた、まったり結構ゆっくり、怒らしたら結構怖いんですよ、こちらの方って。まあ、人間誰でも怒ったら怖いんですけど、怒らせたら怖い。日頃なんか冷静なイメージなんです、こちらの方ね。日頃冷静なんだけど、これ火のエネルギー出てるから結構、ファイヤーとなったら結構カーン、パチンってくる感じ。この覚悟って何でしょうね、知りたいな。ちょっとこれね、バックカードもらおうかな。この覚悟について。こちらのバックカード、同じカードね。はい、ぴょん。モチベーション、どっかでモチベーション出てたな。これや。これ。一番左。モチベーショナル。モチベーショナルとモチベーション。はい。27番。この数字も意味があります。27。足して9。モチベーション。おっけ、すごい。はい、モチベーションが上がるって、イエス様みたいなの出てきてる。何か覚悟してください。なんか覚悟することが7月に出てくる、前半に。で、でもそれがね、覚悟することによって、モチベーションが上がるんですよ。ということだ。ということは、この方はね、モチベーション、まず言っていったら、復活します。さっき言ったように。何かやりたかったことがちょっと止まってた、停滞してたことが復活する。それも情熱的に復活する。勢いよく行動してくださいっていう感じです。はい。で、モチベーションが上がる。ね、何か覚悟することでモチベーションが上がる。覚悟することがあると思う。復活するのにも結構な覚悟いったりするもんね。でもそこに恐れっていうのは向けないでください。フォーカスをね。で、この方ね、すごく恋愛、お仕事もだけども、すごい結構運気がめちゃめちゃいい。こっち仕事のエネルギー。で、なんかプロフェッショナル、さっき全部言いましたけど、プロフェッショナルの、で、始めるぞってカップのウォーター出てるんで、新しくことを始めるぞって、潜らないで、浮上していってください。アドバイス。で、これも、モチベーション、モチベーションだとか、キングオブファイヤー。あなたはこんなに守られてるから、どうかもう、この一緒だから意味というか、エネルギーが。もう、情熱持って言ってください。こっちなんか全部恋愛と思った。とにかくソウルメイド出てるしね。おめでとうございますって感じですよ。はい。で、最後にじゃあ、いつもね、ハイヤーセルフから。あなたのハイヤー。この方から聞きましょう。この方。あなたのハイヤーセルフっぽいから。この方。素敵。意志が強いって感じ。はい、こちらの方から教えていただきます。はい。あなたへの一言教えてあげてください。こちらの方から。まあ、あなたのハイヤーと思います。
食べてください。教えてくれないかな。おお、2枚来た。これが落ちました。お、最高。笑うこと、ラッキーカラー黄色ですよ。アクションで行動、笑うことをしてください。これを行うためにお仕事も、恋愛も完璧って感じ。はい、難しくだけはならないで、あんまり気難しい人にはならないでっていうのを言ってる。はい、で、まあ、ありのままって、ありのままでいてねって。はい、これ皆さんに今日ね読んでるので2枚とも読んでみたいと思います。来ちゃったけど気にしないでね。はい、まず3番笑うか。私このカードすごい好きなんですよ。まさにね、3っていう数字が私の中で黄色なんですよね。で、笑うっていう感じ。はい、読みます。はい、このカードの意味、3番アクション、笑う。はい、息を大きく吐き出して、肩の力を抜いて口の端っこをちょっと上げてみて。あなたには難しい顔は似合いません。楽しいことをいっぱい想像して思いっきり笑ってみましょう。お腹の底から笑うと小さなことは気にならなくなります。まさにその通りですよね。はい、ミラクルギフト、アファメーション出てます。はい、笑顔は今ここで幸せを感じるためのエネルギーの源です。はい、笑顔は今ここで幸せを感じるためのエネルギー源ですということです。はい、3をね、ついでに、創造性や喜び、楽観的、陽気、そういうね、楽しさとか遊び、ユーモア、ね、あとアイディアとか無邪気だとか子供とかね、そういう意味がありますね。これも子供のような感じ、子供でしょ、なんか笑うってこと。はい、じゃあ次このありのまま特別、今日みんな読んでます。はい、ナンバーナイン、ありのまま。これアスクだから答えできてます。はい、ありのまま。足りないことばかりを気にして、足りないことばかりを気にしすぎてませんか？もっともっと、足すことばかりに気を取られるのはやめましょう。物事が持つ素晴らしさに、なんていうの？注目することです。どんなにすごいものであっても手を貸す。どんなにすごいものであっても手をかけすぎると本来持つ、良さが曇ってしまい、素晴らしさが分からなくなってしまうこともあります。これ以上何かを足さなくてもあなたはそのままで十分素晴らしいって言われてる。ありのままのあなたで完璧と認めてください。認めましょうって書いてるからね。はい、ミラクルギフト、アファメーション。あなたが自分をどう扱うかであなた自身が決まりますということでした。はい、素晴らしい。そのままのあなたでいてください。そのままで十分だと。そしてあとちょっと足すなら笑う。私もこれすごい、もうほんと自分にも笑い大笑いが一番高波動で、もう最高に人も引き寄せれるし、一番高波動でほんと周波数も高くて、もう最強だと思うんです。人間って生きてるんで笑うってことがすごいと思う。うん、一緒に私もやりたいと思います。では、こちらで ABC の鑑定リーディング終わらせていただきたいと思います。ね、セルフラブ育って笑ってください。はい、ソウルメイト出てきた、すごい。で、何か復活しますからね、頑張ってくださいね。応援してるよっていうか、もうなるから、そういう風に。はい、で、固くなにはならなくていいと、ありのままでいいよ。まあ、でも情熱的に、やっぱこれ笑うことです。はい、では C の方、ピンクの方、ありがとうございました。はい、笑ってください。お笑いしましょう。はい、では本日はこのあたりで終わりたいと思います。ありがとうございます。いつもご視聴、チャンネル登録、よかったらしていってください。コメントも、いいねもよかったら教えてください。はい、目指せ100万人。それはちょっと大げさですけど。はい、では、ま、あの、バックカードね、またインスタ、ツイッターかな？インスタにアップしたいと思います。よければ、SNS のフォローもよろしくお願いします。サーシャキャラでした。みんなに幸せが訪れる。
はい、ありがとうございました。バズレー、イエイ、バイバイ。あれ、マンスルない。じゃあ、See you! ありがとう。